俺はいつも通り試験を受けただけだ。参考書？ああ、使わなかったから置いてきただけだ。別に他意はない。今日の放課後は体操着に着替えてから中庭に来い。ああ来たか。とりあえず軍手とシャベルを貸してやる。は？何言ってんだ。今日やるのは草むしりだ。これは青部の仕事じゃない、風紀委員の仕事だ。部屋なんだからいいんだよ。室長にも伝えてあるから問題ない。他の場所に振り分けてる。学園の広さを考えると手分けしないと終わらないからな。俺はここからやるから、お前はそこの角からやれ。風紀委員だけで終わるわけねえだろ。おい、手抜くなよ。何言ってんだ。みんなバカなことがあるか。な、こんな草生えて。お前何したんだよ。これじゃ抜き直しじゃねえか。うっせ。それより草の成長が止まってる。お前一体何をした。今のお前の能力なんじゃねえの。確証はない。だけどお前が笑った瞬間草の成長が止まった。直接じゃないかもしれないが、何かしらは関係してるだろうな。はあ？
なんで礼なんか言ってんだ。意味わかんねえ。周りをよく見てみろ。そんなこと言ってる場合じゃない。草むしりとは恐ろしく相性の悪い能力だ。おい、終わるまで返さないからな。能力が発動しないように自制しろ。もうすぐ体育祭だろう。どの種目に出るかみんなで話し合っているのだ。このリストの中から選ぶんだよ。私はパン食い競争に出たいなって思ってるところ。ダメダメ、それは我が輩が狙ってるの。それはこの学園名物の競技でね、特殊部活が能力を使って迫力満点デッドオアライブな鬼ごっこを繰り広げるのだよ。この競技は特殊部活対抗でな、俺とシロが白銀部として出場するつもりだ。今からドキドキするね。確か矢田くんも鎌本くんも赤部で出場するんだよね。タルメだろ。な、この俺が出るんだ。赤部が勝つに決まってっけどね。矢田さん、絶対優勝しましょう。お手柔らかにね。青部では誰が出場するんだ。3年生が何人か出る。後で決める。ねえ、君は何に出るか決めた？了解、大丈夫だと思うよ。お疲れ様です。君は足が速いのですね。ええ、青部の部員の競技は全て一番前の席で見るようにしています。その向上心素晴らしいと思いますよ。そんな君に一つお願いがあります。実はエクストリーム鬼ごっこに出場する予定の部員が2人、先ほどの競技で怪我をしまして欠員が出てしまったので、代わりに伏見君と君に出場してほしいのです。ええ、急で申し訳ありませんが、伏見君と集合場所に向かってください。選手登録は済んでいますので。
ありがとうございます。よろしくお願いしますね。出るのは3年だろう。なんで俺が。しかもお前も出んのかよ。次は超足中学園体育祭の名物特殊部活対抗エクストリーム鬼ごっこです。能力を使用しますので、応援席の皆様は近づきすぎないようお願いします。くだらねえ。能力使うからって結局鬼ごっこだろう。やってられるか。ここには石を避けられないような間抜け、さすがにいないだろう。でも俺はそういうのあんまり得意じゃないんだよね。何言ってるんすか。岩田さんが腹痛で出られなくなった分、戸塚さんにも頑張ってもらわないと。戸塚さん、ちょ、大丈夫ですか。戸塚さん、戸塚さん、戸塚さん。おい、石投げたやつはお前か。え、な、何。そっちから石が飛んできて戸塚に当たったんだ。犯人はお前か。誤解だよ、僕じゃない。そうだ、いくらヘラヘラしているこいつでもそのような卑怯なことはしない。石が飛んできた方向というなら青部も怪しいのではないか。私たちではありません、濡れ衣です。それでは特殊部活対抗エクストリーム鬼ごっこを開始する。全員用意。しゃあ、戸塚さんの仇だ。矢田さんの分まで暴れるぞ。だから誤解だってば。やはり犯人は青部しかいない。正直に白状しろ。戸塚君の件は濡れ衣ですが、競技も始まったことですし。青部、総員抜刀。こんな体育祭のお遊び、暇つぶしにもならねえと思っていたが、宗方、お前がいるなら少しは楽しめそうだな。楽しむ時間など与えませんよ。あなたは私に負けるのですから。言うじゃねえか。行くぜ。宗方、抜刀。はあ。やり合う相手もいねえし、めんどくさいだけだ。伏見、抜刀。ぼーっとしてんな。こっちに来い。一旦離脱する。ここまで来れば大丈夫だろう。エクストリーム鬼ごっこはどの部活が鬼かわからない状態で始めるんだよ。だから他の部活全員が敵だ。室長は説明なしに参加させようとしたのか。さあな、あの様子じゃ
適当に戻って勝ち残ったふりをしても気づかれないだろう。力の未熟なお前が一人であの場に戻っても負けた上に怪我するのがオチだ。草むしりの時よりマシだ。そろそろ乱闘が終わってる頃だ。鬼から逃げてるふりをしながら戻るぞ。結局残ったのはこれだけか。たあいもねえな。いえ、待ってください。伏見君、木ノ花さん、君たちは競技中途中で抜け出しましたね。はい。途中で抜けることは危険行為とみなされます。関係ねえよ。お前は口出しすんな。何か弁解することはありますか？ありません。すいませんでした。二人には後日罰を受けていただきます。それまでに今回のことは反省しておいてください。どうぞ、空いていますので入ってください。そう緊張せず楽にしてください。今日は特別いい天気ですね。桜の芽吹く春は古来この国の人々が最も大切にしてきた季節とも言われています。忙しさにかまけこの季節の美しさを見逃してしまうのは罪だと思いませんか？そこで春の空気を感じるべく桜を眺めながら野立てでもしようと思ったのですが、あいにく抹茶を切らしてしまいまして、先日の罰として君たちにそれを買ってきていただきたいのです。はい、そんなことでいいなら俺が一人で行って。ダメです。二人で行った不正行為ですから罰も二人で受けていただきます。わかりました。二人で仲良く行ってきてくださいね。ありがとうございました。店にあるものの中で一番高かったな。室長が罰として買ってこいって言ったんだ。これが罰で間違いないだろう。伊達じゃない。そんなこと聞いてどうすんだ。
そんなことないだろう。室長と俺と榎本くらいか。もうこんな時間か。おい、ちょっと急ぐぞ。部室に入れなくなったらまずい。おや、早いですね。もう少しかかると思っていたのですが。おお、それは優秀で何よりです。これからもよろしくお願いしますね。では、そんな優秀な君にもう一つ。よければこれから野立に付き合っていただけませんか。ええ、先日君と伏見君に買ってきていただいた抹茶があるでしょ。数日立て込んでしまってまだ封を切っていないので野立をしようかと思いましてね。いかがですか。もし嫌なら断っていただいて。ありがとうございます。ああ、せっかくですから伏見くんも呼んできていただけますか。抹茶を買ってきてくれたのは君たち二人なんですから。お前ら、どうやったらこんなミスができんだよ。すみません。早く委員会回って頭下げてこい。はい、本当に申し訳ありませんでした。俺に謝ってる暇があるなら足動かせ。はい、行ってきます。大したことじゃない。他の委員会への連絡ミスだ。だからなんだ。学年は関係ない。ミスをしたのはあっちだろ。で、お前の要件はなんだ。だって俺は風紀委員の仕事で忙しいんだ。お前一人で行けよ。しかしないっつうのに。さっさと済ますからな。伏見君の説得に成功したようですね。委員会の仕事があるんで早くしてくださいよ。わかりました。では早速この野立セットを持って外へ出ましょう。ええ、野立には必須のアイテムなのです。広くていい場所が空いているといいのですが。
お前じゃモテないだろ、カセ。ああ、伏見君、ありがとうございます。あんた、これを用意するために俺を呼んだんでしょう。いえいえ、まさか。純粋に君たち二人とお茶を楽しみたいだけですよ。室長が純粋なんて言うとうさんくさくて仕方ないですね。そう思われてしまうのは非常に残念ですね。あ、君はこれを持ってください。それにしても、美味しいお茶をいただきながら桜を眺める、なんとも贅沢な時ですね。うまいって言ってんの室長だけですよ。ところで木の花さん、転入してきてしばらく経ちますが、学園には慣れましたか？だそうですよ。よかったですね、シミ君。なんで俺なんすか？彼女が学園生活に未だ不安を持っているとなると、ペアを組んでいる君もその原因の一つになりかねません。学園生活が楽しめているということは、ペアであるあなたのサポートが適切であったということですから。はあ、まあ仕事ですから。伏見君は素直ではありませんね。木の花さん、この学園に転入してから印象的な出来事はありますか？ええ、せっかくですから君の話をいろいろと伺いたいと思いまして、お茶のお供にぜひお願いします。そういえば伏見君から報告がありましたね。おそらく君の能力なのでしょう。いいえ、とても興味深いです。私も見てみたかった。